南原田さん、由比山に来てくださいって言ったら、奥さんはダメだった。そうです、ダメだって言いました。マネージャー のお姉さんは、娘さんは、ああこういうのはいい機会だから出ましょうったけど、お母さんが絶対そんな若者たちのとこ行ってバカにされますし、そう25人のバンドは私は持ってまして、それで音楽的にやるのがコンサートです、そんなわけのわからんとこ行けませんって言われて、どうしようと思ったんだけど、じゃあ一回来ますかって言って、大阪の厚生年金の楽屋来たの。その皆さんがお疲れ様ですっつって奥さんに向かって、京都でやる由比山ぜひ出ていただきたいと思ってやってきましたっつったら、奥さんがよろし南をよろしくお願いします、ダメだって言ってたんじゃないんですか、あなたの声は南と同じ声です、信じていい声です。そうですね、こういうふうに軽く考えてるでしょ、その裏で僕がどれだけ苦労したか。お天気なんだから、こういう人は自分の一声の挨拶で OK したと思ってるところが浅はかだぞ、お前。今日はそれもある。はい、だから2人でやったの。60歳になった時ってどんな気持ちって、僕、もうすぐ60歳、還暦です。私、言わせていただきますが、70です。別にエヴァっていうことじゃないんですよ。天皇陛下と同い年、もう与々山ではおなじみですが、それではバトンタッチしますね。この度、与々山コンサートにおいて、高石智也、国民の皆とともにコンサートを始まることをここに深く認識し、最後まで楽しんでくださることを希望します。Oh
まあね、まあね、まあね、でもまあまあ、で無理やり俺のギターにも付き合ってくれよってこの間お家行ってこんなことやってました。あの雨が降って上がった歌やって、え雨が降ってる、じゃあ皆さんいいですか、ちょっとお歌を歌いましょう一緒に、とても簡単な歌を歌いましょうね、雨の日には雨の歌いいですね、雨の日には雨の、雨の日には雨の歌をおそれで、晴れの日には晴れの歌を歌いながら立ち尽くし木は空を目指す、いいですか、雨の日には雨の歌を、晴れの日には晴れの歌を、歌いながら立ち尽くし木は空を目指す、ちょっとやってみますかね、うん、はい、あ
杉田次郎かな、俺は4時半の男だって、あの頃は4時半にオープニングでね、4時半になると、連れ てきて、杉田次郎が大体やっとったんです。で、その若さがあったんで、この頃若さがないって言って、こんちしなら本当は後ろでこう鳥が取れるようなバンドが、前座というか、オープニングでさらっとやるところが、この余裕山のいいところだ。あなたは一緒にやってない？僕はね、やったことないんですよね。さっきあうんなんかやってる、堺だったの？あ、関西だね、やっぱり。ね、ギターデュオです。ギターの2人組、あ、有山さんはやってるんだ。有山もやってる。あの辺とこの父はやってるとかね、大体、やっぱりミュージシャン同士は関西のズルズルしたこの関係というのあなた呼んで